こんにちは。先日刺激が欲しかった童貞 MO の僕は新大久保の高架下で七味唐辛子を全身に塗りたくり壺に浸かるというキムテクノプレイ、いわゆる KTP を決めていたところ、通りすがりのババアに壺ごと梱包されてしまい、どこかにワオされてしまいました。そしてどうやらどこかのレーンを通過していたところ、何やら話し声が、もう統一教会教祖様、今回は上物の壺女たちが入荷したにだ、早速開けてみましっそよ、との声が聞こえてくるではありませんか。やべえ、なんだよ、なんなんだよ、と今太ももにキュウリ挟むにだ、ダンダンキツキツ、パンパン内股、乳酸がたまったらキムチいいね。2年後、おいキムチ食べ頃です。はい、ということで今回は拡散を促す荒唐無稽な迷惑メール、金銭の譲渡を提案する迷惑メール、増加傾向にある謎の不在通知など、世間を騒がせた迷惑メールを7件ほどご紹介していきたいと思います。でチェーンメール。チェーンメールは不特定多数のメールを受信者に対し、そのメールの転送を他人に促す迷惑メールの総称です。そんなチェーンメールの内容は、心臓病の手術の費用の募金活動を促すものや、献血を呼びかける文章のほか、危険なコンピューターウイルスが出回っていることを拡散することを呼びかけるものもあります。また、凶悪な犯罪者を特定するといった名目で拡散を呼びかけるメールや、拡散をやめると命を落とす、拡散すると 100% お金持ちになれる、といった荒唐無稽なメールまで多岐にわたることも分かっています。さらに当時の超人気テレビ番組の企画と偽ったチェーンメールが流行したこともあったようで、そんなチェーンメールを知ったテレビ番組の放送局は、こうした企画は行っていない上に無関係であることを明言し、決して拡散をしないよう呼びかけていたそうです。ちなみにチェーンメールを拡散する行為はネットワークに過剰な負荷を与える原因となることから、日本においてチェーンメールを拡散する行為は法律に触れる可能性があるため、チェーンメールに携わるということは実質入手困難のジェラピケの新作を着て通勤するかまっておじさんくらい重罪かもしれないので、控えるようにしましょう。なお、こうしたメールが流行する以前の1970年代の日本では、不幸の手紙と呼ばれる、この手紙と同じ内容をあなたの友人に出さないと不幸になりますといった文章が記載された全くもって意味不明な手紙が拡散される騒動が起きていたらしく、当時の様々な人気漫画ではその不幸な手紙をテーマにした回を描いて読者から注目を浴びました。出会い系メール。出会い系メールは見知らぬ男性から自分宛に届いてしまうメールの総称です。その内容の例として、差出人とされる人物の名前、馴れ馴れしい文面、謎の URL で構成されているというものがあり、その文面の最後には差出人である自身の詳細を知りたいのであれば URL をクリックしろと読み取れる言葉が書かれています。そしてその言葉通りに素直に URL をクリックしてしまうと、一回クリックしただけで唐突にサービスへの入会などの契約成立を宣言されて、多額の料金の支払いを求められる詐欺、いわゆるワンクリック詐欺の被害に遭ってしまうといいます。また URL をクリックした途端、このメールの配信停止を求めるならこちらが要求する金銭を支払えといった脅しをかけてくるパターンも存在しているそうです。なので、もしこのような状況になった場合、一旦しゃくれた猫を想像して落ち着くといいでしょう。ちなみに過去には突然自身の携帯電話にアドレス変更しましたというメールや、若い男性の写真が添付された、せっかくなのでアドレス交換しませんかという文面のメールが送られてくる被害も起きてしまったそうです。そして実際にそのメールを受け取ったあるネットユーザーは、後にそのメールの送り主から謎の URL を送りつけられてしまい、それをうっかりクリックしたため意図せずに怪しげな出会い系サイトに登録してしまったそうです。そして最初のメールの送り主からアドレスを交換するためにはポイントが必要だというメッセージや金銭の要求があったため、要求されるまま指定された口座に合計4万円を振り込んでしまい、それ以降はその金銭を取り戻すことができずに泣き寝入りをしてしまったとのことです。お金あげますおは儲かります、お金あげますおは儲かりますは、大金を支払います、6億円当選しました
わずかな時間と作業で簡単に大金を稼げますといった旨のメッセージが記載された迷惑メールの総称です。こうしたメールには別のサイトにつながるリンクや URL が添付されており、それらに触れてしまうと唐突に自身のメールアドレスの登録を求められたり、大金の送金手数料として電子マネーの送付を求められてしまうのだそうです。またこのメールの内容を鵜呑みにした一部のネットユーザーは、家族の制止を振り切ってメールの送り主に言われるまま4ヶ月にわたってお金を振り込み続ける習態を晒したといいます。こうしたことから、この世の中には簡単に大金を得たり稼ぐ方法など存在しないということを理解した上で、甘い言葉を書き連ねているメールは完全に無視して自衛を続けることが重要です。なりすましメール。なりすましメールは1990年代から一般的に広まっていった、メールの受け取り人の親しい友人や家族を語った何者かが送りつけてくる迷惑メールの総称です。このメールの文面は慣れ慣れしい一方で至って無害に感じるのですが、そのメールには文字リンクや URL が添付されており、それに触れると有料の出会い系サイトなどに繋がってしまうのだそうです。さらに名前を名乗らない何者かが親しい人物のふりをした上で、不特定多数のネットユーザーに対し、自身が指定した URL から飛ぶことができるサイトに連絡してほしいと要求してくる気味の悪い被害も起きていたようで、実際にこの URL に触れてしまうと架空請求の被害に遭う危険性にさらされてしまうのだそうです。そのため、こうしたメールが送られてきた場合は、メールを送った本人に直接連絡を取って真っ先にそのメールが本物かどうか確かめることが大事であり、テンパって育毛剤塗り直している場合じゃないと言えるでしょう。偽物の不在通知。偽物の不在通知は、宅配便業者を語った謎の人物が幅広いネットユーザーに送信している SNS の総称です。その内容は、お客様のお荷物のお届けに上がりましたが、不在のため持ち帰りました。お荷物の住所が不明でお預かりしております。確認してください。といったものなのですが、それらの文面の最後には謎の URL が添付されています。そして仮にその URL に触れてしまうと、唐突に謎のサイトに飛ばされてしまい、そのサイトに掲載されている不正なアプリがインストールされ、同じ内容が自身のスマホから多数のネットユーザーに自動的に送信されるため、多額の通信料を請求されてしまうそうです。またそのサイトにアクセスし、そこに書いてある指示に従って個人情報を入力してしまうことで、それらの情報を何者かによって不正に利用されることもあるといいます。そしてこうした被害に遭ったネットユーザーによると、スマホの通信料をより多く請求されたり、自身の個人情報を使用した何者かによって11万円分の電子マネーを無断で購入されてしまったそうです。なお、こうした迷惑な SMS は近年も増加しているらしく、そのため現在のネットユーザーには無視をしたり、 URL を一切開かずに削除するといった対応を取りつつ、サスケ2016の速攻片足が水に落ちた時の山田勝美のような冷静さが求められると言われています。 KDDI の迷惑メール。KDDI の迷惑メールは、電気通信事業者で有名な KDDI を名乗る謎の組織によって送りつけられる不快感極まりない SMS の総称です。まずこの SMS の内容は、 KDDI の支払い期限を過ぎています。KDDI 未払い料金お支払いのお願い、利用料金の未払い金があります、などのネットユーザーの不安を煽る文章と謎の URL で構成されています。そして SMS を受け取ったネットユーザーがその URL に触れてしまうと、その先のサイトにおいて個人情報を使用したログインや不正なアプリのダウンロードを求められてしまうそうです。またこうした SMS は数多くのネットユーザーに送られてしまったらしく、 KDDI の携帯ブランドである au は自身の公式サイトにおいて、不正なサイトに誤ってログイン情報を入力してしまったネットユーザーの救済方法を記載しています。また au は身に覚えのないメールや不審に感じたメールには反応せずに、公式サイトを閲覧して情報の真偽を判断してほしいとも呼びかけています。あなたのメールアカウントはハッキングされています。このメールはハッカーを名乗る謎の人物によって、不特定多数のネットユーザーのメールアドレスに送信される迷惑メールの総称です。このメールの内容は多岐にわたるのですが、その目的は金銭や資産となっていて、過去には日本円でおよそ19万9000円分のビットコインを送付してほしいといった長文のメールが送られることがあったそうです。なお、こうした送り主の要求には応じずに無視をして問題ないと言われているのですが、メールの文面に自身のメールアカウント
ウントの運用に使用しているパスワードが掲載されている場合、醤油をかぶって全てをうやむやにする前にパスワードを変更した方が安全と言われています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て最近毎日誰かに1億円払わないと殺される詐欺に遭っている資産家の方は、今すぐ私に DM を送った上で高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。終わり。